初に読んだら大好きみたいな。何それ青春ちゃん、そんな可愛いことやってたの。あった、俺がアレちゃんが頑張ってたやり方を本で漫画。あー、やめろや。すりおろしなんとかみたいなのもあったんだよね。ちょっとなんていうの、ベルにこすりつけるのが、うん、あのすりおろすなんとかって言って、もう一本じゃ何の動画やねこれは。もう一本あとは何本もな、同時に加えるのも好きって言ってたし。ちょっと待って、それ言うてない。どこ情報やねん。さあ、やるか。生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京、ブラッキーズです。そんなやる気ないの。なんかびっくりした今。めっちゃやる気ないやん。なんかまあ、アレちゃんとうちに来たらいつも音楽かけるやん。かけるね。いつもロシアの音楽かけるんだけど、今日はなんかやたらと邦楽のね、音楽かけてきて。なんかスピーカーにつないで、なんか気に入らなかったの。青春思い出した。なんでやねん。あった青春。しかもそんな古いやつをつけてないし。いやいや、レミオロメンとか。太陽夕日に向かってチャリンコこぐとかガチでやったから。めっちゃ楽しかった。俺なんか、今思い出したのが、中、あれは2ぐらいだったかな。うん、俺女の子と付き合ったね。あ、名前は何も覚えてない。さやか。さやかちゃん。どういう風に付き合うことになったん。もうすごい向こうから、あの年上の子やったんだけど、ああ、そう、先輩ってことね。そう、うんうん、すごいアタックがあって、もう俺も分からんから、こんなにアタックあったら俺もなんか、なあ、なんか、もしかしたら、そう、なんかすごいいい感じになるんかなとか思って、じゃあちょっと付き合おうかみたいな感じ。付き合おうかって言ったんや。そう、で当時はさ、なんか、MD、 ああ、わかるわかる、MD。最近 MD 知らん子おんねんな。俺ジムのトレーナーにさ、 MD があってなって言ったら、 MD ってなんすかとかって言われたり、ちょっとそれすごいショック受けたりとかもしたねんけど、俺の時代は MD やったねん。取っていくねんなって掃除なくなる。 MD をさ、みんな学校で MD プレイヤーって、まあ、ちょっとこんくらいのサイズやんか、うん、これを俺学ランやったか、学ランのここにピャッて入れてさ、ほ、うんでこのイヤホンを隠してみたいな、イヤホンをこのガクランのここからこうのここにこう出してて、授業中にこうやってそれやってる人いた、頬杖つくみたいにして聞くの流行ってたの俺の時は。それやってたやってた、やってる人いた。オレンジレンジとかいろいろ。そのさやかはずっと毎回俺とデートするたんびに毎回作ってくんね、こう選曲みたいなんして、今みたいにこう何でも自分が聞きたいタイミングで聞くんじゃなくて、 MD はずっとやっぱ順番に流れてくるから、その順番も考えてやってくるんだけど、そのタイトルも毎回全部この MD のこの箱みたいなのに書いてくれてて、ほんで一番最初の音楽の曲名の最初の一文字だけぷくって浮かぶシールを貼ってた。例えば花びら、花び、花とかやったら、はだけひらがなのぷくっとした文字をピュッと貼り付けて、でそのなんかこれを縦に読んだら、なんか大好きみたいな。何それ、青春ちゃん、そんな可愛いことやってたの。あった。上からさやかと別れてからもなんかしばらくその MD 未だに実家にあるんかな、なんか捨てられへんかったもん、ずっと。へえ。だから当時はそれが俺は青春とは思わんかったけど、なんか、あ、俺も青春あったんやな、なんか年取ったなって思うとともに、悲しいではないけど、そんな話があったんや。ないそういうの、なんかこの若い頃の。あゆちゃん初めて彼氏できたいつの。高校2年ぐらいかな。高2、ちょっと遅咲きやな。なんかでもその時もう思われてたしな、結構 やりまくってるんちゃうみたいな。え、どうやったその青春は。え、青春っていうか、なんか学校の子と付き合ったんじゃなくて、大学行かんとその高校が終わってる子だったんだけど。あ、なるほどな、働いてる子なんや。じゃあそう、なんかそのチャリンコで帰ってる時に、うん、なんかたまたま見たらしくて一目惚れして、うん、で、あの探したの、どの学校通ってるかみたいな。あ、なるほど。そう、その制服を着てる子なんだけど、その制服はどこの学校なのみたいな感じで探して、で連絡が来たの。なんか教えていいみたいな、友達に言われて別にいいよって言って、そうやって連絡するようになって、その人が初めて付き合った。
恥ずかしいな。それがさ、あれちゃんが頑張ってフラのやり方を本で学んだ。あーやめろや。それや、やめろや。なんでバラすねん。あれちゃん、俺聞いたことあんねん。あれちゃんは初めての時にフラをうまくやらんとあかんっていう脅迫を受けたから、めっちゃフラの本も読んで、もうお前には言うあかんな、言うたら。ほんまに本で自分がこうなやりまんやって言われたんが少女やったのよ。そうなんかね、いや友達が悪かったね。それはもう友達がね、うまくないとすぐ別れられるよって言われて、別れたくない、怖いみたいな、ってことはじゃあ初めてのエッチとかそういうの下手くそだと別れられるんだと思って、めっちゃ猛勉強。もうなんかその当時どんなんが流行ってたのが、あのなんかチェリーのさくらんぼのなんかその棒みたいなのあるやんか、あれなのね、あれをベロでこう結んだ。やってたやってた、それ俺やったそれ俺やった俺それできんかったみんなやってたそう、私もう全然できるようになって、もう全部結んでて、完璧っつって、次は何って言ったら、次は氷でこう氷を真ん中にうまいこと穴を開けると、それ都合をしてるみたいな、なんか特訓みたいなやってたんだよね。え、その本にはさ、どんなこと書いてたの？え、本に書いてたのはね、多分いや、ガチで30種類か50種類以上の、あの、の仕方、回し方、触り方、もうトルネードみたいな、もうまずその舐めるだけ、ベロするだけ、あの、なんていうの、なんだっけ、すりおろしなんとかみたいなのもあったんだよねちょっと、なんていうの、ベロにこすりつけるのが、あの、すりおろすなんとかって言って、え、世界できた、できたんでしょ。いや、もう全部あの使い方やだやっぱ上手いんやな、アレちゃん。今やアレちゃんはもうな、ありもしーひんパイでな、パイ釣りとか、もうパイどころか自分も肝心とあかんからって言って、乳首をこう寄せて、ちょっと待って、乳釣りとか言ってな。ちょっと待って、それもう垂れてるやん、めっちゃ垂れてるやん、こんな、なんかソーセージやん、ソーセージやん、それもうなんか、もう何も言うてんそんな動画を今日は撮る予定じゃなかったんやけども、これで、ね、今も今日はやかん、大事な動画やからちゃんと言って。いや、もうこれはこれでいこう、もう一発。いや、もう一本撮ろう、もう。もう一本じゃ、何の動画やねんこれは。もう一本、あんたは何本もな、同時に加えるのも好きって言ってたし。ちょっと待って、それ言うてない、どこ情報やねんそれは。マジでやめろよお前は。ということで、以上。いや、いち現場からお送りいたしました。違う、現場からお送りしてない、これ青春の動画じゃないからね青春の動画ちょっと待って、こんな